イベリアとゲイモリは、イモリカとゲイモリ族に分類される有類。スペイン南部、ポルトガル南部、モロッコ北西部全長17から20センチメートル。最大全長30センチメートルと、イモリカ最大種。モロッコより、イベリア半島の個体の方が大型化する傾向がある。胴体に比べて頭部は扁平で、肺褐色の体色に黒い不定形の反転が入る、ことが多い。 外敵に強く掴まれると皮膚からばら骨の先端を突き破る防御行動をとる。肋骨が突出する部分にはオレンジ色のイボが並んでいる。肋骨が皮膚を突き破ると死んでしまうように思われるが、イモリの仲間は心臓や脳が損傷しても回復するほど再生能力に優れた種であるため、この防御行動で死ぬことはない。繁殖期のオスは全死が異常に太くなる。 水草が生い茂った流れの緩やかな河川や湖、地上等に生息する。水性で、主に水中で生活するが、生息場所の水が干上がると、岩の間、等に潜り込んで休眠する。植生は、動物食で、昆虫類や、ミミズ、両生類やその幼生等を食べる。繁殖形態は、卵性で、 周年繁殖し水草等に200個以上の卵を1個ずつ産みつける。オスはメスを下から抱き上げるような求愛行動をとる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に人工繁殖個体が流通し、アルビノや粒子スティック個体も品種として固定されている。水量のあるアクアリウムかアクアテラリウムで飼育される。 大型種のためやや大型のケージが必要になる。冷凍して市販されている糸見水やゆすりカの幼虫といった名前さを好むが人工飼料にも得づく。郵便としては高水温にも強いが摂氏30度を超えるような極度の高水温で飼育するのは避ける。飼育下の繁殖は容易だが周年繁殖するため逆に飼育を分けて飼育する等のバースコントロールが必要になる。 餌付けがしやすい上に、1年程度で子が成熟するなど、成長が早く、実験室内の環境でも飼育が容易、また終年繁殖できるなどの特徴から、生物学の研究動物として利用されている。2019年4月、基礎生物学研究所と、日本各地の大学の研究チームは、イベリアトゲイモリの網羅的遺伝子カタログ作成に、成功したと発表した。ありがとうございます。